はい、皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。外は台風10号の影響で大雨降ってます。早く過ぎ去ってくれるといいんですけども、昨日は、7日目ぬか床1日休まして、手を入れることもなくそのままにしてあります。皆さんもおそらくそういう日ができるであろうということを考えて、まあ、あえてもう手を入れようかなと思ったんですけども、やめときました。それでどんな状態、8日目にどんな状態になるかを見たかったので、ちょっと1日だけ放置してあります。今日8日目ぬか床を見ていきます。匂いと味チェックしていきます。匂いもまだぬかのいい香りしてます。良かったです。この夏場で8日目でこの状態っていうのはすごいありがたいですね。ぬかの味もチェックします。ちょっと何種類か、酸っぱさは全然ないんですけども、何種類か野菜をつけた、ゴーヤと水なすをつけたので、野菜に少し、塩を持っていかれた感じで、ちょっと塩気が薄いかなという感じはしてるんですけども、ちょっと薄なってきたんかな。ぬか床も少し減ってきたので、まあ、またもう少し減ってきて野菜がつけにくくなったら、足しぬかをしていこうと思ってるんで、またその時に足しぬかのやり方とかやっていきます。ちょっとだけ、野菜に持っていかれた分だけ、まあ、塩辛くならない程度に塩を足した後に、空気を抜いて入れ替えるように持っていきます。でちょっと手洗って塩を持ってきます。本当に少量だけ塩を足します。でせっかくなので、唐辛子、これもうちのセットについてきてる分なので、皆さんちょっとだけ足してあげてください。今日8日目なんでこれぐらいでいいかな。これとちょっと唐辛子足します。また足しぬかはいらないので、塩と唐辛子ちょっとだけ足して、いつものようにぬか床入れ替えます。上と下を入れ替えるようにしてください。上と下を入れ替えるようにぬか床を入れ替えます、賢いぬか床やば。まだ全然臭みも出てないし、水分も上がってくるどころか、ちょっと水分抜けたぐらいに感じますね。冷蔵庫で置いておくと、まあこの状態で、もう一日何もつけないでぬかを休ませた状態で、明日また新たに何か、まあ、いつも市場とか、産直の野菜売り場に行くので、また美味しそうなものがあれば見てきます。ではこのまま、9日目まで置いておきます。今日は塩と唐辛子を少しだけ足して、明日に持ち越したいと思います。よろしくお願いします。